まずは前半15分町田の先制シーン、コーナーキックサインプレーでロメロフランクが蹴り込んでいきました。シュートは完璧でしたけども、まあ、ここまでの流れの中で大分にやられてたところをこの一発で持ってこれると、まあ、ここにやはりチームのストロングがあることの大きさですよね、はい、ただ25分福森のフィードで抜け出した小手川、ゴールキーパー福井をドリブルでかわして持ち直してからのフィニッシュでした。まあ、サイドチェンジして縦っていうところが多かったんですけどね、このシーンだけ斜めにこうボールを入れて斜めに走った選手を使っていきましたけども、まあ、ここにまた絡んで中に2人絡んでますけども、これもやはり全員同じ絵を描けているという証拠でしょうね、はい、福森のフィードも精度高かったですね。そうですね、絵を描けているプラスやはり精度が前半はずっと高かったですね、はい、そしてその7分後の32分右サイドで小手川がクロス、馬場のバックヒールが決まって逆転に成功した大分。まあ、伊佐のキープ力、まあ、小手川のパス精度、そして馬場のおしゃれというところで彼ら3人の良さが下がりましたね、はい、ただ43分町田はクロスからこぼれ球中島蹴り込んで同点、まあ、落としてワンタッチのタイミングで町田のお箱なんですけども、はい、そのタイミング少し大分がずれてですね、ここですね2箇所遅れましたので、はい、まあ、この辺が町田の、まあ、強さですかね。中島のシュートも落ち着いてますけど、そうですね、自らのお子さん誕生をゆりかごで祝いました中島で、後半に入っての63分ロメロフランク、まあ、この前に得点が取り消されたシーンがありましたけども、はい、そのままの勢いで攻めに行って3点目まで、そしてまた彼が半年ぶりのスタメンをうまく使ってゴールも2ゴールですからね、はい、全然も素晴らしかったですけど、丸谷を背負いながらの反転シュート、力強かったですね。そうですね、彼の良さが随所に見られましたね。というわけで逆転に次ぐ再逆転、最終的には3対2、町田ゼルビアが首位の大分トリニータを下したというゲームでした。